どうもコマです。今回はマイエクササイズというゲーム実況していきたいと思います。世の中がね、なかなか外に出れないような状況になってますんで、皆さんもね、お腹周りのね、お肉がちょっと気になったりしてる方も多いんじゃないかなと思います。私もその一人です。ただ、運動はめんどくさいので、せめてゲームの中だけでも運動して痩せていきたいと思います。スペースキーで腹筋しよう。というか、犬が尻尾振ってるのが可愛いね。この太っちょ少年が腹筋をするんだね。スペースキーを押してみましょうか。はい。ああ、なるほど、なるほど。あ、この犬はあれか。膝を押さえてくれてんだ、お腹で。かわいい。はい。あ、いいね。はい。なるほど。犬は無表情だね。嫌がんないね。は。あ、さすがにこのズルはダメだね。これだとカウントされないんだ。よっ。こっち見た、こっち見た。これ以上ずっとやったらどうなんだろう。なんか起きるのかね。あー、すげえすげえ。すごい。あ、なになに？なに？ドッグって書いてある。あ、犬目線ってことか。ドッグ、犬目線で腹筋した時にぶつかって視界が斜めになってたんだね。そういうことだな、きっと。あ、なになに？増えた。なんか、誰？お母さん？お母さんが、あ、すごい、拍手してくれた。ありがとう、お母さん。あ、なんか、スリスリした。スリスリスリ。これいいね。犬の毛めちゃめちゃ顔につくけどね。これ幸せなんだよね。18回、20回。これ結構きついと思うけど、おー、びっくり、何？オットセイ？なにこれ？腹筋少年どこ行った？え？これ、腹筋ゲームじゃないの？意味がわかんないんだけど。どういうこと？あ、びっくりした。出てきた。あ、右から近づいてきてんじゃん。ちょっと怖いんだけど。22、23。ちょっと待って、この後ぶつかりませんか？怖いんだけど。あ、ぶつかる。あ、ぶつかんねえ。なんかいまいち距離感がわかんないですね。あ、来た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 。ああ、なに？キスされてる私。なんか追ってくるんだけど。めっちゃ気になるじゃん。腹筋集中できないから。47。あ、待って、上がりにくくなったぞ。あ、めっちゃ歯入ってんじゃん。やばい、限界か、そろそろ。50回でおしまいか。ほら、上がりにくくなっても。50! あー、おー、びっくり。なんか、あ、すげえ、水くれた。めちゃめちゃ猫背のクマが、水くれたよ。そしたら、はぁはぁ言わなくなった。すげえ。ポカリセットかな。まあ、ちょっとね、この季節ね、汗かいたら熱中症は気をつけなきゃいけないから。夏場はね。おー、なんか出てきた。羊？左もなんかいるよね。おーらい。おーらいってやってない？なんか。左も羊？あれもしかして。やっぱ、ダブル羊だ。ジンギスカン食いてえな。なになになに、ちょっと待って。お尻に入ってないこれ。手をかけた。あの手をかけた何これ。あの羊は何をやってんの。あー、なんかもそっとしていいな。俺ももそっとしたいんだけど、あれ。なになに、もしかして、はマジか。すげえ。あの羊も痩せたいのかな。てか羊見えるかな。ここのだったら見えるんじゃない、羊も。めり込めば。あの顔よ。ねえ。あ、いたいたいた。見える見える見える。羊いた。面白い。すげえ。動物どんどん増えていく。これ面白いね。100回になったらなんかまだあるかな。つうか、この体型でよくこんなできるな。やっぱこれはあれだね。
愛と、オットセイと、クマと、羊と、そして水の力だな。みんなのパワーで生きている感じ。あ、100回来た！ん？ゴリラ、あれ、ヘビ回してない？あれ。ヘビかわいそすぎない？唯一の被害者じゃない？あれ。あ、なんか、ちょっと待って。え？犬が増えてる？そしてちっちゃい犬が？あ、かわいいんだけど、なんか、ダッシュしてません？え？あの小さい犬は何なの？てか、あの、体当たりされてるあのでかい犬は何？あの子犬の親の仇なの？あれ。てか、むしろ親なの？これ、どこまでいけるんだろう？1万回とかいけるのかな？1万回やったら、6パックどころか、60パックぐらいになってるよね、きっとね。てか、この顔スレスレの分だけむしろ遅くなるっていう。あ、はい！気持ち悪いんだけど、気持ち悪い、気持ち悪い。お前ら、ない。気持ち悪かったぞ、今。あの猿、え、ちょっと待って。二人いてさ、普通は、あの、右の猿が見てない時に鼻伸びるもんなんじゃないの？めっちゃ毎回目撃されてるよね。むしろ鼻伸びてる時しか見られてないよね。この左の猿はずっと鼻が長い猿だと思われてるよ、きっとこれ。他の動物はさ、みんな一応この少年に何らかの形で関わってるんだよね。あの猿たちだけ何も関係ないよな。ただ、テレビに映りたい人じゃん。あ、なんか、降ってきた。亀？亀、頑張れ。起きた。今、あれ？飽きませんでしたか？あ、来た。いや、起きれんじゃん。めっちゃ、普通に起きてるな。スクッと起きてるね。知らなかった。カメのあそこって開くんだ。あのオットセイももう病気だろ、これ。何回も何回も。さあ、あと2回で、栄光の200回目。はい！来た！あれ、誰もいない！さっき言ったゴリラ、あ、なんか開いた。え？何出てきた？何？グニュグニュ言ってる。はい！目が出た。スペースキーをします。はい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 。あの動物なんだろう。あの動物と、あのなんかあの、生えてるのなんだろうあれ。別のとこでやれ。ここでやるな。もういっぱいいっぱいだから画面ね。もう来なくていいよほんと。ビンタしてる。あれ気になるな。あれなんだろう。裸デバネズミ？ 300 回。行くぞ。はい。あれ301回になった。あれ、あ、なんか勝手にやってる。え、待って、勝手にやってるし、なんか、あのネズミ、裸デバネズミがなんか立ち上がってるけど。あ、引き抜こうとしてる。ちょっと待って。スペースキーを押すとすごい力んでる、力んでる。メーター上がっていくぞ。頑張れ、引っこ抜け。なかなかいかないね、これ以上。連打しなきゃいけないかな、連打。あ、違う。あー、顔こっち向いた。一回離したらゼロに戻った。頑張れ頑張れ頑張るんだ。お前こんな顔してたんだな。あ、来た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 、いけ、抜いた。ワンフルセット実績ロック解除。綺麗なピアノの曲が流れ始めました。目が綺麗だね。女性の顔見えた。サルキモいって。なんでみんなそんな顔なの、君ら。こんな花いた。ゴリラちょい役だろお前。これ何これ、何これ。あ、めり込んだめり込んだめり込んだ。スローモーションで見せるな。うわー、犬。888回だったのか。おおおお、飛んでったぞ。真顔だなー。あ、目を閉じた。おやすみなさい。ご支払いでございました。あれ違う？何？待って。あ、まだある。なになにな、なんか、新しい動物が登場。あ、マジか。そういう、アンロック要素があるのね。よし、わかった。よし、わかった、やろう。うん、これでおしまいかなと思ったけど、もうやりましょう。じゃあ何？あと4セットやんなきゃいけないの。右絶対あれ象だろ。つうか、右から2番目気になるな。あれ人だよね。やるぜ、俺は。あ、急に現れた。ちょっと待って。早くない？展開。なんか今生えてきたよね。危ない危ない危ない。こうやり続けると、おっと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 、あ、落ちる落ちる落ちる。落ちねえな、お前。
逆にすごいな。これ拍手ターンが終わって、犬にめり込んだらどうなんだろう。あ、落ちた。落ちたわ。え、どこ行った？転落死。あ、また来た、また来た。この野郎、また生えてきやがった。あ、辛い。熊、熊、熊出てこい。あ、来た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 。水をくれ。水をくれ。まだか。あ、来た。ありがとう、ありがとう。うまい。はい、来た来た来た。ゴリラ、ここにしか出てこないのにさ。あ、あの走り回ってる犬、子犬と、見ている犬が後から出てくる体当たり犬か。こいつか。ゴリラ、全然出てこない。あ、あれ？あ、花咲いたぞ。お、なんか新展開だ。こんな花咲いてなかったよね。あ、なに？すげえ。これがさっき引き抜いた、あの、ツタっぽいやつに関係してんのか、これ。ワンって言うね。ちょ、だって。お釈迦様出てきた。え、なんか、ほわほわされてる。なんか今一瞬犬が薄れかけたけど、犬なんかもっさりしてない。犬なんかもっさりしてません。鳥肌？毛が逆立ってんのこれ。え、ちょっとワイルドな感じがなってる。お、来た！また来た、また来た。このほわほわほわ、あ、女の子拝んでる。この間に腹筋できないの。腹筋してー。めちゃめちゃバキバキに腹筋割れそうなんだけどな。あ、ちょっと待って。さらになんか、違う犬になってないこれ。これ違う犬だよね、これ。え、なんか、怖いんだけど。てか自分で吠えてるからさ、自分で、あの、お釈迦様を呼んでるよね、こいつね。ほら、もう早いもん、ペースが。さあ、次どうなるの？どうなるの？もっともさっとなるの？え？え、よ、入ってった。あ、戻った。嘘。あ、光った。実績録解除しました。仏マインドって出てきたけど。光ってる。すごい光り輝いている。これはご利益あるわ。さあ、200回と。はい、また生えてくるよ。もこ？もこもこ？これが結局何なのか全然わかんない。これの正体もやっていくと明らかになるのかね。さあ、平手打ち。はい。バカ、バカ、バカー！はい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 、あ、すげえ光ってる今めちゃめちゃ光んなかった。あ、違う、光が消えたんだ。仏が去っていった。バンバン、もうこれ腹筋の回数じゃねえもんなこれな。ビンタしてる回数だもんね。お、来た。こ抜けー。こっからもう何の回数だかさっぱりわかんねえ。はーいすげえ増えていく。何の回数だよ。さあ、ポン、きたー。強さは不屈の意志から生まれる。これ結局何なのこれ。あ、841回だった。ちょっと少ないじゃん。あ、仏が一緒に登っていく。シュールすぎるだろう。さあ次は何がアンロックされますか。鳥っぽかったかな。来た、鳥、鳩、鳩かな。もうワンセット行くぞ。あ、鳥来た。ふん、え、ちょっと待って、俺これで腹筋しなきゃいけないの。顔をつけなきゃいけない。いけー！ゴー！ああ。少年すごいな。あ、もう消えた。すげえ。犬の体で浄化されたかな。あ、また来た、また来た。やめろ！やめてくれー！水を飲んで、糞を額につけて。これ、オットセイ舐め取ってくんねえかな。無理か。そこまでの義理はないよな。そうだよな。雪吊りのオットセイだもんな。オットセイと雪吊るか。この状態でめり込んだらどうなんだろう。ちょっと犬視点でさ、真正面の犬を見てみたいよね。あ、ちょっと待って。後ろゴリラいるじゃん。
はいた。画面外にいました。くだらねえことで笑ってんだ俺。えっけー、大きな株が抜けましたと思ったらすげえちっちゃいよな。俺は何を見せられているんだこれ。いや腹筋どうなったのって話じゃない。あ、843か。これは何、得点なのかな。あ、しかも今回仏も出てこなかった。あー、ご利益ないな。次なんか人っぽいやつ。そうそうそう、これ何、これこれ何、これ何、これ 何、新しい動物が登場。動物扱い君、誰誰誰。もうね、やっぱり4セット目になるとね、このオットセイもね、やっぱりなくてはならない存在なんだなって思えてきた。やっぱりね、動物たちの1ピースでもね、欠けちゃうとね、このマイエクササイズというパズルは完成しないって、なんか出てきた。ないないない。妖精さんやないかい。いや、めっちゃなんか、笑ってる。腰振って笑ってる。幻覚かと思ったらだんだん濃くなってみて、今ではもうはっきりと見えております。いや、ちょっと、そこの女性、ちょっと右見てごらん。あー、消える消える消える。消えていく。消えるんだけど。なんなの?なんなの?マジで。どうしよう。だんだん左手の親指が疲れてきた。右手に変えようかと思ったけども、でもこれは、俺もエクササイズだな。親指エクササイズだ。ナイスペア。これ逆に腹筋を何もしないでずっと放置するとどうなるんだろう。なんか起きんのかな。寝る寝る寝る。あ、溶けた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 。溶けちゃったけど。でもゲームオーバーではないのこれ。え、もう一回、ここでスペースキーを押すと。あ、なんか動いてる動いてる。あ、形を取り戻そうとしている。連打すると復活もしかして。あは休むとまたヒューン。なんだこれ。いいね。細かいな。こういう小ネタ盛りだくさんのゲーム大好き。おー、すげえ。いやー、やっぱりな、おかしいと思ったんだよ。こんな小太りのね、少年が、こんな無表情で200回も腹筋できるはずがないと思ったんだ。犬も犬でさ、光り輝くからね。結論、少年と犬じゃなかったね、これね。人と犬の形をした、異性から来た物体 X ですね。実績ロック解除しました。復活。ハイスコア888なんだよな。あー、864。ダメだ。トレーニングは体を整え、精神を鍛える。犬じゃなかったわ。さあ、最後のアンロックかな?ゾウ。これだってでかいでしょ?入りきらないよね。え?あ、ゾウ来た!ゾウ来た!あ、ちょっと待って、吸い込まれ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 た。あひどい。やばい。また形を取り戻さないと、人間じゃないことがバレてしまう。頑張れ。あの像もすごいな。一瞬で溶かすの。あれも像じゃないよね。来た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 。やめろ。これ連打すれば逆らえないかな。連打連打。はーい。お、逆らった、それでやった。諦めて帰ってった。やっぱ腹筋パワーだな。腹筋は世界を救うな。よっしゃ、いけ、限界突破だー。いやー、ダメだ。一番最初が一番点数高かったな。888。さあ、最後何か変化はあるんだろうか。お、来た。やっぱりあった、やっぱあったぞ。ハイスコアモード開始だって。ハイスコアモード開始したよ。何これ。ちょっと待って。いや、これ待って、やるしかないでしょ。やべえ、めっちゃ俺の左手の親指が鍛えられている。実績、あらゆる偉業は時間が必要。あ、1時間やってる俺このゲーム。
まさか1時間もやるとは思わなかった。しかしこの少年は一向に痩せねえな。トータル1000回以上腹筋してると思うけどな。ゴー、限界突破。はい、6セット。体は動きを、精神は静止を必要とする。そんなこのタイミングで意識高いこと言われてもね、この絵柄ですからね。さあ、ハイスコアモードっていうことでやったけれども、ハイスコアが登録されるってこと？今のところ全然変わらないね。全然変わらないね。え、ちょっと待って。ハイスコアモードとは？いや、終わったし。終わった。すごい終わった。